ニューファンドランド、フォーゴ島のアウトポートアウトポートは、カナダ、ニューファンドランドラブラドール州の主要港、セントジョンズ港以外の小さな沿岸コミュニティに与えられた名称。もともとこの用語は、ニューファンドランド島の沿岸コミュニティを意味する名称として採用されてきたが、現在では、カナダ本土側のラブラドール地方の沿岸コミュニティの人々にも採用されている。アウトポートは、 カナダ最古のヨーロッパ人植民地の一つである。1497年、ジョバンニ・カボートがニューファンドランド島、またはケープ・ブレトン島を訪れた。カボートがカゴを海中に下げたり上げたりするだけでダラが取れたというニュースが急速に広まった。ポルトガル人工会社、ガスパル・コルテイ・コールレアルが1500年にニューファンドランド島を訪れた。1506年までに、 ニューファンドランド島沖合グランドバンクでの漁に対し、本国の漁師保護の目的で、ポルトガル王が10%の輸入関税を課すことになった。グランドバンクで最初に記録されたフランス漁船は1504年、バスク人の捕鯨船は1527年に到着し、スペイン人の漁船は1540年にやってきた。ドリー氏をダラの干のドリーとして知られる漁船は四月から五月に出港し、 9月に戻った。旬の新鮮な湿った魚は料理されるまでは保存するために濃厚な塩漬けと風干しが行われ最終的にはヨーロッパに送られた。ニューファンドランドのアウトポートで魚を乾燥させることによって各船はすでに干した魚を貴重な貨物として持ち帰ることができた。西方へ向かう大西洋横断航海は陸上で作業する一団を含む大勢の 乗組員たちを運んだ。通常の乗組員たちが船の上から釣りをしている間、陸に降りた一団は注目を伐採し、魚を地上約3フィートで乾燥させるため小さな布団、または魚を加工する作業小屋、乾燥台を建設した。漁を終えて、船は作業小屋に戻ると、釣れた魚を投げ、陸の一団が魚をさばき、 乾燥台で魚を広げて乾燥させた。保守用は、霧の日も、雨天の日も、舞を掘るので覆われ、数週間定期的に並べ替えられ、固まると、板のように積み重ねられた。その後、保守用は、東方へ向かう大西洋横断のため、乗組員から貨物として、船に積まれるまで、小屋に保管された。漁期と乾燥時期の間、陸の一団は、毛皮を持って、 アウトポートにやってきた先住民たちと取引することで、航海の利益を増やした。グランドバンクでの量が活発になるにつれて、陸の一団の数名がアウトポートで越冬するようになり、作業後や乾燥台、保管庫、小型ボートを良好な状態で維持できれば、将来の利用のため最適なアウトポートの場所が確保できることになった。 有効的なミクマク族と出会った者は、解決病を予防するため島で果実を採取して、保存するよう教わり、アウトポートで越冬することがより簡単になった。一部のアウトポート世話人は越冬後にヨーロッパへ帰ったが、他の者はニューハンドランドの定住者となって残った。1534年、ジャック・カルティエはシャルール湾において、先住民たちから毛皮を提供された。 この出来事は先住民たちにすでにヨーロッパ人毛ョウたちとの接触があったことを示唆している。そしてカルティエはフランス人船長ティエノのため釣りに従事する先住民族インルビトを見つけている。1536年にヨーロッパへ向けて人に着くカルティエはニューハンドランドのリニュースハーバーに大きな船を一石残した。これは沿岸漁業のため船を必要とするが、 大西洋を横断して輸送されることを望まない大体の中古船であり、アウトポートがすでに稼働していたことを示している。先住民とヨーロッパ人の双方は、こうしたアウトポートのコミュニティを魚の取引のための一時的な施設とみなしていた。ヨーロッパ人が暮らすアウトポートは当初、地元の先住民たちの善意に依存していた。 そして歴史家たちはヨーロッパの君主によって承認された植民地化のかなり後までこのアウトポートを先住民の入植地とみなしていた。ニューファンドランド永住を違法とするイングランド議会の行動によって小さな孤立した集落というアウトポートの原型が補強された。17世紀イングランドの漁師や解散省たちはニューイングランド植民地がメイン湾ンで行ったように 最も生産性の高い魚場の支配権を持つ地元住民との競争を避けたいと思っていた。ニューファンドランドの秘密の入植地の法的地位が疑わしいことがカナダ円改修で見られるインフラ投資を思いとどまらせた。ニューファンドランド島では首都セントジョンズの住民はしばしばタウニーと呼ばれるがセントジョンズ以外の住民は湾の周りで生まれたものを意味する米面、または ベイワップと呼ばれる。島で確実に陸上輸送が行われる以前は海岸沿いに集落があったせいでほとんどの旅行が船で行われていたことに由来した名称である。1970年代に撮影されたアウトポート1890年代の鉄道建設により陸上の天然資源に依存する内陸のコミュニティが誕生した。 第二次世界大戦中と戦後、フェリーサービスの削減と島全体の道路建設に伴いアウトポートは人口減少に見舞われた。1949年にニューファンドランドが州としてカナダ連邦に加わると、州首相、ジョイスモールウッドの州政府は、学校、医療、その他の政府サービスの提供をより安価に実現できる内陸コミュニティへの移住を強制かつ奨励する。 政策を推進した。ニューファンドランドの田舎の社会が崩壊するにつれて文化的虐殺をもたらしたと指摘され、最重プログラムは多くの批判を集めた。1992年のタラ漁中止は地域経済全体が海とその資源に依存していたアウトポートのコミュニティにとってさらに打撃となった。1990年代から2000年代にかけ、 コミュニティ閉鎖の同意に先立ち、政府が再移住について、住民間で100%の同意が必要としたため、アウトポートは、自主的に人口減少に同意してきた。2013年3月、ニューファンドランドラブラドール州財務長官、ジェローム・ケネディは、一部の孤立したコミュニティからの再移住に、同意した世帯には、最高額で27万カナダドルが一括払いで、 支払われると発表した。ニューファンドランドラブラドール州沿岸のアウトポートには、州人口のごく一部しか残っていない。高速道路へのアクセスがなく、漁業の衰退で、経済活動に制限があり、若者がより大きな都市の中心部に移住するにつれて、人口減少が続き、アウトポートは危機に瀕している。ありがとうございます。